皆さんこんにちは、ソワマンです。ジュリアです。はい、今日ですねクライミングスペースボールドさんに遊びに来ました。イエーイ、すごいね。すごい、今日ジュリアちゃんとボルダリングをしていきたいと思うんですけど、やったことある？初めてなの。嘘。うん、楽しみ。どんな感じなんだ。さあちゃんある？2、3回やったけど、ほんまどれべ、ほぼやってないに等しいぐらいできてない。本当にぼーっと見てた、やってる人。あ、本当に。今日はじゃあ本当に初心者ということで ことでね教えてもらいたいね。はい、教えてもらいながら、ちょっとあ、ボルダリングって意外とこんなになんやとか、楽しいんやと思ってもらえれば嬉しいなと思います。はい、関西の魅力をね伝えつつ、関西に住みたいな、遊びに行きたいなっていうのをね発信していくチャンネルとなっております。はい、12月はちょっとジュリアちゃんが担当いたします。はい、よかったね、皆さんコメントとかチャンネル登録してくださったら嬉しいです。お願いします。大阪梅田に行こう行こう。じゃあね、こう早速いろいろ教えていただきながらやっていきたいなと思います。はい、お願いします。先生お願いします。お願いします。よろしくお願いします。曲がった状態をキープしながら登れるように、なるほど、すごい。こうなってる、指が。なんか変な感じする。変な感じする。そう、まあ、汗が滑る原因になるので、あの、まあ、体操選手とか、まあ、野球のピッチャーとかつけてるようなものになるんですけど、それをちょっと液体にしたもの。なんかピッチャーが塗ってるやつみたいな感じですか？そうね、言ったね。言った言った言った。はい、じゃあ全体伸ばしてもらって、一回離してもらって、振ってください。アルコール蒸発するんで白くなってきます。それがやりたい。すごい、はい、不思議。めっちゃ密着してる。面白い。スタートって書いてるやつがあるんですけど、はい、これが一応スタートのホールドになってます、はい、で黄色だったら黄色だけで上がってもらってます。これって初級ですか？はい、初級です。一番初級ということで。ビビってんですか？めちゃめちゃこれでも厳しいやろなと思って。お願いします。ちょっと先輩、頑張るわ。先輩お願いします。経験者なんで。いや、もう同レベルやから。本当に？マジで頑張って頑張って。これでまず3秒やんな。3秒スタートだよ。おっ、 1、2、3。 お、 オッケー。スタート頑張れ。あ、でもね、確かにこれ黄色やったら思ったよりいけるかもしれない。いけるじゃんと思うよ。どうしよう。え、これめっちゃ怖いわ。ちょっと待って、左にしたら。あ、違う、右足か。お、いけた。いけた、いけた。いいですよ。もう少し、もう少し。黄色、黄色。あ、いけた、いけた。ちょっと待って、これどうしたらいい？ゴール、上、これゴール。どっちで？片手、は。でも両手やんな、ちょっと待って。あ、でも一旦最初、持てる方で手出したら。でも、踊ろうとしてます。踊らないで。右足乗せたらさ。右手出るんじゃん。OK じゃないですよ。厳しい。ちっちゃいやつ乗せるから。おぉ。ゴールでーす。ゴールしました。え、これ待って、どうやって降りたらいい？降りるときは何でも足、どこでもいいんで。はい、左足がない。ちょっと待って、降りるのマジ怖い。見えないのか。下の下が黄色。黄色がある。足じゃない。はい。おお、帰ってきた。無事正解。いや、もう疲れたわ。もう息切れして。もう疲れた。これすごいわ。すごい？え、怖いな。使ってくださいもう。行っちゃってください。ここで3秒ですよね。はい。そう、この時点ではまだいけるなって思うね。ここではいけると思う？あ、でも結構くぼみがしっかりあるんだ。で、ここでしょ、はい、黄色、これ、で、これか、それで、はい、これ、これ、はい、お、これ、はい、あ、結構めっちゃいくやん。すごい余裕やん。いや、楽々降りれんな。そうね、余裕やん。やったことあるのかもしれないわ。いや、多分あるで。あるかな。多分やってた。経験者だったかもしれない。いや、じゃあもう結構厳しかったですね。まあ見てわかる。はい、見ての通りちょっと厳しかったですね。確かにね。はい。ちょっと。でも余裕そうやったね、めっちゃ。そうかな。うん。まだいける？え、全然いけるかな、ジュエちゃん。ちょっと次挑戦しようかな。あ、いってらっしゃい。え？あれ？一旦見てるわ。なんでよ。ちょっと高さがない横に移動してからのやつを見ましょうか。だってもう置くとこないもん、足が。
けた。あ、いけた。スタートできましたよ。え探してます。え探してます。ちょっと待って。え、赤、これこれに足乗っけるってこと？その、あれ、落ちた。一旦降りました。静かに探して先生ちょっとやってみるか。行きます。はい、2、3。こっち？え、ここに2個。お、そうです。こうか。すごい、すごい、すごい。あるよね。はい、ええー、うまい、うまい、うまい。これで、あ、おお、見せる。いいよ、いいよ、いいよ。すごい、すごいよ。やばい、これ。はい、ピンク。それ。え、すごい、すごい。これ？それ。はい、これか。ラドボール。これか。え、余裕やん。余裕じゃない。両手で。はい。はい、オッケー。素晴らしい。終わった、終わった、終わった。終わった。じゃあ一旦もう一回やってみるわ。うん。一旦やろう。一旦ね。え、これってそう？左奥も。あ、そうだね。自分の足に乗っける。奥だって、そうちゃん。あ、こっち、こっち。ちょっと足映さんように気をつけて。足映さんように。ようにだけ気をつけてもらって。思いっきり映す。あ、ちょっと。あ、もうダメ。見てない、見てない。誰も見てない。大丈夫、大丈夫です。もう。行こう、行こう。はい。行こう、行こう。ちょっと待って。もう、かっこいい人。進む。行こう、行こう、行こう。はい。あ、すごい、すごい、すごい。ちょっと。これか。行こう、これを右足どうすんの？その、左足で、左足で左手を。ここ。行こう、行こう。頑張れ。あ、ちょっと。また来週見てください。すごいね。これはね、飛べない、飛べない。飛べ、飛べ。次のグレードがあるんですけど、ちょっとそれやってみましょうか。このなんかこう、なんて、それ返ってるのが難しそう、めちゃくちゃ。いける？頑張れ。大丈夫、もし落ちても私がキャッチするから大丈夫。お願いね。うん。任せて。クッションっていうことでいいですか？お願いします。ファイティーン。怖っ、これ、え、こう、はい、え、待って、これ。すごい、すごい、すごい。どっちでもいい。こうでしょ？こうで、これ？すごい！これ、いくね！これ？これいいんですか？あ、すごい！頑張れ！こう。お。で、そこに捕まるんですか？え？頑張れ！え、怖い！落ちそう。大丈夫、大丈夫。しっかり踏んで。おー！3秒。はい、オッケー。です。はい。すごい。うわ、怖い。すごい。これ怖いよ。いや、すごかった、ジュリアちゃん。いや、あそこやばい。あそこはもう腕の力だよ。ですが、腕の力あるんやろな。あるのかな。もう降り落ちるかと思ったもん。もうサーチャー見ようと思った。キャッチしてって言って。はい、ということでちょっと今日はね、ジュリアちゃんは初体験のボルタリングやったんですけど、はい、いかがでしたでしょうか。もうすごい意外と疲れました。そしてもう筋肉痛きてます。ここ早いな。すごい筋肉痛。え、てかセンスあるで。本当に。うん。あるのかな。ワンチャンプロとかいけんじゃん。プロ目指そうかな。これを機にさ、ほんまにすごい。だって初めてであんな登れるもんなん。どうする、オリンピック選手になったら。いや、もうここに感謝よな。ここに感謝よ、ね、てか一個一個チャンネルにほんまに感謝やで。一個一個めっちゃ感謝するわ。人生変わりました。人生変わりました。ほんまにうちもね、ちょっとしかやってないのに、うん、もう汗が止まらんね、うん、すごいよね、新陳代謝って言ってさ。そう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 、ちょっと動いただけで汗出るから、うん、いい運動になるなと思った。運動、ほんとに、うん、なんか友達と多分今体動かすのもちょっと減ってるからさ、うんうんうん、ちょっと気分転換にさ、ボルダリングとかちょっとおすすめやなって思いました、ね、なんかワイワイしてできるからいいよね、うん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 、楽しいよね。皆さんもぜひ来てみてください。やってみてください。はい、ということで今日の動画がね、いいと思ったらチャンネル登録と高評価コメントもよろしくお願いいたします。お願いします。大阪梅田に行こう行こう。